はい、それでは、札幌丸山シニアの、板垣龍馬くんにインタビューさせていただきます。板垣くん、こんにちは。こんにちは。はい、現在丸山シニアのキャプテンを務めている板垣くん、持ち味は、バッティングの長打力ってことですけど、持ち味発揮できたゲームってどこのシーン、なんかありますか？つい先日、台湾で参加させてもらった大会で、0-0 で、4回、5回の時にランナー2塁で僕に回ってきて、そこでフルスイングしたら、台湾広い球場だったんですけど、そこで変着打ってたんで、それで、元からまあ自信あったんですけど、さらに自信がつきました。おお、それ自信になるね。ちょっと緊張してる？まあはい、それでは、この秋ね、ちょっと悔しい思いをしたんだけれども、来年の春ね、思い切って、きっとスタートダッシュ狙ってるんだと思うんですけど、目標をちょっと色紙にしたためてもらいました。それちょっと見せてもらっていいですか？はい、はい、あ、右手もうちょっと下げてもらっていいですか？はい、もうちょっと上げてくれる？あ、はい、本気と書いて、マジ本気、はい、はい、これはどんな理由ですか？練習も試合も本気でやってれば仲間もついてきてくれて、もしそれで結果がついておかなくても、本気でやったから悔いはなくできたなって最後に思えるようになるんで、本気ということを。なるほどね、大事だね。でもね、キャプテンの板垣君が引っ張っていかないとあれだもんな。では、去年の秋、ね、新チームになってからの印象深いゲームありますか？札幌南シニアとの試合です。それはどんなところか？先制して、そこからちょっといい流れで持ってきたんですけど、ちょっと仲間のエラーが出て、最終的に負けちゃったんですけど、そこから大丈夫だよとかそういうので絆が深まって、そこから勝ってないんですけど、少しだけチームの中が良くなった、絆が深まったと思うんです。そうなんだ。そのゲームをこう、来年の春はそういうゲームをちょっと、ね、何試合もちょっと重ねていきたいよね、やっぱりね。じゃあそのスタートダッシュするにあたって、チームの中でキーマンとかってなんか板垣君から見ている？自分自身でもいいし。1年生の若林君とかです。あ、1年生の若林君、新2年生ですか？なんでですか？打順が一番で、そこが出てもらわないと困るし、出たら足も速いんで、2番の人もバントが上手で、それで3番の僕に繋いでくれる。おお、いいね。キャプテンとしても返せるから。それでなんかこうチームのなんか流れというか、リズムというか掴めそうだね。はい、ありました。よし、じゃあ、新人戦でもし対戦相手の中でね、こういい選手だなと思った選手がいれば教えてください。札幌北シニアの杉林壮太君です。あ、杉林君、どんなところが？普通に守備が上手で、しかも声も出して、バックアップとかもちゃんと全力でやってて、野球選手として、なんか素晴らしい人だな。ああ、なるほど、すごいな、絶賛だな。北海道選抜も一緒に選ばれてたのかな。なるほど。最後の質問になりますね。来年の今頃もしかしたら、高校の進学先がね決まってるかもしれないんですけど、自分今の現時点の気持ちでいいです。どっか来てみたいなっていう北海道の高校でなんかユニフォームありますか？白樺学園ユニフォームです。はい、わかりました。なんか先輩も結構いるんだね、丸山はね。はい、わかりました。ありがとうございます。板垣龍馬くんでした。ありがとうございました。